はい、ここはですね、さっきの島津斉彬様と篤姫様のですね、お二人からですね、300メーターぐらいかな、離れたところにあるんですけど、ここはですね、要するに菊人形じゃなくてですね、菊がね、いろんなの、ね、あれが飾ってあるみたいですよ。なんて言うんだろう、これ、品種は。ちょっとわからないけどね、上品な感じですよ。わかるでしょう。こういうところはビデオスライダーで撮らないかんですね。今日は持ってきてませんよ。今度はですね、いや今日はね、そういう時のね、ロケハンも兼ねてますからね。ここはあれですね、個人の方が、あれだ、賞を受けた菊がずっと並んでますよ。大輪の菊っていうんですかね、そんな感じ。こいからですね、また歩き始めます。足音がいいんじゃないですかね。ほら、これね、ちょっと待ってくださいね。砂じゃなくてですね、石ですね。石をね、粉砕したやつ。これがいい音を立てる。ここはあれですよ。今ね、菊人形をね、作ってるところを公開してますね。ああ、こんな石作るんだ。ということはあれですよ。一つ、さっきやったでしょう。あの菊人形が入れ替わるんですね。いや、私は一つの菊人形をずっと使って、菊だけを植え替えるかなんて違うんですね。今度はあれします。別のカメラでね、撮るようにしますからね。はい、こういうからですね、ちょっと聞くとはあれなんですけどね、昔のね、門っていうんですかね、門ですよ、門。それがね、ほら。いや、昔ね、子供の頃来たことあったけど、こういうの全然あれですね、興味を示さなかったですもんね。いわゆるこういう門がどうこうとかですよ。あ、出れるんだ。ちなみにね、前の方はね、あれですよ、日豊本線。もっと左側が桜島が見えますね。ここからゆっくりですね、振り返ってみましょう。こう来るとですよ、はい、ああ、もうこうなるたいですよ。江戸時代ですよ。いいですね。タイムスリップっていう感じですね。向こうの方にもあれですね、菊人形がほら、人形じゃなくて、ここ歩いてみましょうかね。ゆっくりゆっくり。こういうところあれですね、歩き鳥がいい。ちょっと離れてあれしましょうかね。
ああ、結構聞くの方だとあれも広いですね。聞く展示会場、こっちもあるの。だけど今日はこっちに行きます。こっちの方にですね、今度はね、別カメラを持ってきた時はあっちの方を撮りましょう。ここはね、足音をね、あれするためにちょっと黙りますからね。せーの。急になんか静か、牡蠣ですよ、牡蠣。こういう感じの牡蠣好きですね。ここにね、何ですかね、人力車中と色気がないけど、あ、こういうのもほら、いろんなアングルを試していますからね。これね、梅ですよ、梅。これはね、何回で来た方がいいですね。いや、こんないいか。これから来れますよ。あ、これは何け、桜島みかん。こっちは入れないんかな。ここは御殿ですかね。今日は御殿はあれしません。まあ順路というかですよ、それに沿っていきましょうね。